はい。そうですか。私はそうは思いません。上岡さんはそんなことを話すために私に会いに来たの。では何？本当に大切なのはそんなことではありません。思い出させてあげましょうか。そっちのお兄さんは悪くありません。
あなたが神岡さんですか？お噂はかねがね聞いてます。いつもお姉ちゃんがお世話になってるそうですね。この子は私の妹で。さやかと言います。神岡さん、お姉ちゃんをよろしくお願いします。あと、さやかもよろしく。しなさい。ごめんね神岡くん。素敵、さやかさんですって。聞いた？お姉ちゃん、ほらやめなさいってば。あら、お姉さまはなんで怒るのかしら。さやか、何か怒られるようなこと言ったかしら。ごめんね神岡くん、この子いつもこうなの。そう、お姉ちゃんは謝りすぎ。さやかの問題なのに、なんでお姉ちゃんが謝るのかしら。もう少しは静かにしてられないの。神経質なんだから、お姉ちゃんは。まあ、小心者のお姉ちゃんを理解していない神岡さんもちょっとだけ悪いかな。私が悪いんだわ。はいはいはい、もうジャッジは下ってるのだよ君たち。この件は解決したの。あとは、はい、握手握手。はい、OK。 そんでもって軽くキスでもしときましょうか。さやか、いい加減にしなさい。冗談だって。でもお姉ちゃんだけ弓倉さんって呼ばれるのはなんだか公平じゃないわ。ずっとこうだったんだから。二人とも名前で呼んでくれないかな。こら、敬語を使いなさい。それに神岡くん困ってるじゃない。ごめんね、無視しちゃっていいからね。まあ、さやかの意見は無視ですって。さやかだって最も素敵な解決案を考えた上での発言だったのに。よろしくね。じゃ、神岡さんもまたね。ごめんね神岡くん。明日の放課後、さやかの三者面談があるの。あの子、いい子なんだけど、ずっとあんな感じだから、ちょっと不安なの。うん。どっちも、ずっといないの。両親がいないわけじゃないの。父も母も仕事の関係でずっと家にいないだけで。でも決して無責任とかそういうわけじゃなくて、ちゃんとホームヘルパーさんが週2回来てくれて。
集会って何をやるんですか？例の意識不明の件について理事長からの説明があるようだ。説明ってどんな説明なんですか？せっかちだな。それを理事長が話すんだろ、東百合君。先生、質問よろしいでしょうか？はい、麻生君、なんだい？説明のために集会を行うほど特殊なケースなんですか？そういうことだろう。私も詳しくは知らないんだ。と思わない？3人が意識不明で倒れて、その後1日置いて全校集会よ。それだけのために中等部まで呼んで全校集会を開くと思う？本当に病気の類なんだ。し、声が大きいわよ。そう思ってたわよ。でも全校集会でしょ？そろそろ理事長のお話が始まるみたいね。トンボは取っていません。面白くない冗談です。自分で面白くないって分かっていて、なんて言うんですか？